株式会社やわたや、いそころは、長野県長野市に所在する、七味唐辛子メーカーである。江戸時代の原文元年初代の勘萌門により、約270年以上続く老舗である。生姜風味を特徴とし、同類商品の中でも、香りと辛味が強い。木佐村出身の初代、勘萌門が、全校時系代で唐辛子を売り出したのが始まりである。後、 三代、木材門の代からは、境内の中でも、一等地である、御考察前に店を張ることを許される。軽くかさばらない土産物として、人気を集め、御朱印をいただく、御考察、全光寺参りの手形とまで言われた。七代、英介の代には、全光寺境内の入り口であり、当時長野市の中心であった、大門町に店舗を構えるまでになった。現在では、 長野県内角度3点、スーパーはもちろんのこと、日本国内では百貨店を中心に20都道府県に取扱店がある。2014年末には七味唐辛子の材料となるしそ、ごま、柚子等を用いたスイーツを共する横丁カフェを開業している。ヤータやイソゴロの包装商品外装や店名などに本家ではなく根元を冠している。 現在も商品に使用されているブリキ缶と外装袋は六代目エース家が考案したものである。七味唐辛子詰め替え用の外装袋は江戸末期の木版画の応印版を用いた衣装である。赤字に斜めに描かれた唐辛子と善光寺を配した赤金のブリキ缶は大正十三年に六代目エース家が56歳の時に考案したもので、 大正時代からおよそ95年にわたって受け継がれている。現在は七味塔から塩3種類、一味塔から塩2種類、粉山椒を1種類販売している。イヤーモデル館2006年から七味塔から仕官の通常全光寺本堂の絵柄が入る位置に各年の長野市、または長野県内の出来事や周年記念を迎える事象にまつわる絵柄を入れた。 イヤーモデル感を毎年発売している。根源スイーツのブランド名でスイーツ商品の展開を行う。七味唐辛子をモチーフにした各種グッズの開発にも力を入れており、過去にはオリジナルスノーボードを発売したこともある。テレビコマーシャル4種を放送しており、第43回 ACC 賞、第44回 ACC 地域ファイナリストなどを受賞している。 地域のスポーツ支援にも積極的で AC 長野パルセーロレディースチームのユニフォームスポンサーシナのグランセローズのオフィシャルスポンサーである AC 長野パルセーロアイスホッケーチームの運営もしており2011年から2015年には子会社のヤワタヤプロダクツが長野市桐原の空き倉庫を改装して AC 長野パルセーロアイスリンクを運営春秋は スケート場として、アイスホッケーチームやフィギュアスケート団体、当機は AC 長野パルセイロの室内練習場として利用することでオフシーズンの練習場所を確保できるようになっていた。ありがとうございます。